毛量が多い犬、猫と暮らしている方、必見。洗い終わった後、意外と時間を使うドライヤーによる乾燥作業、その一工程がまるっと時短ができます。こちらがですね、届いた商品となっております。箱はですね、めちゃくちゃバカでかいのですが、意外と重くはないですね。では早速開けていきたいと思います。開けます。トリセツが入っております。よっ。はいはい。リングが2つ入っておりました。こちらでございます。コンセントがついてるので、つけていきます。でちょっと今、1点ちょっと不安定があるんですけども、サイズ入るのかな。はい、入って。あ、大丈夫ですね。では早速ですね、洗っていきたいと思います。こちらのペットボックスは愛されるペットのために開発された商品です。高品質な素材で作られており、しっかりとした耐久性、ボックスの中でも快適に過ごすことができるように十分な広さが使われております。そもそもドライルームって必要？ドライボックスは風が循環する構造のため、毛の毛根からしっかりと乾かすことができます。顔や耳、手足など毛が乾きにくい部分もまんべんなく風が行き届きます。他にも一般的なドライヤーで乾かし不十分による雑菌の繁殖やペット特有の匂いの原因にも役立ちます。また、毛が抜けやすい猫の場合、ドライボックス内に毛を吸着し、毛の毛根までしっかりと乾かすことができます。そして、ドライヤーで大きな問題、大きい音、強い強風、苦手な猫ちゃん、ワンちゃんにもおすすめです。また、反対に、長時間じっとしていられない子、そのドライヤー時間、ペット、飼い主ともにストレスを感じている家庭におすすめです。大容量、静音性。この乾燥機は、広々とした大容量でありながら、静かな作業音で、ペットへのストレスを最小限に。そして、素早く乾燥してくれます。こちら、6つの角から送風で、死角なし。通気口は4つで、いつでも新鮮な空気を循環することができます。便利な自動ドア付き。ドアの開閉は、こちら。はい。よ。こちらですね。乾燥が終了すると、ドアが自動的に開きます。これにより、飼い主は全家庭の監視を必要とせず、自動的に乾燥プロセスを終えることができます。不安がっている子の場合、サイドドアを開いて、ペットに触れてあげることもできます。お手入れしやすいデザイン、取り外し可能なパーツを使用、清掃やメンテナンスを簡単にすることができます。こちらが中でございます。ここにですね、フィルターが付いております。ネジで外れますね。最後にここをさらっと拭けば取れるというわけですね。で、ここは空気穴。で、こっちも空気穴。あ、ここにも排気口がありますね。床なんですけども、こちら、肉球がデザインされております。くぼみがありますので、こう開いて、ここを開くと、毛やホコリなどがこの下に落ちるというわけです。で、戻すときは、はい、こんな感じです。このフィルター、抜け毛、ホコリ、花粉をキャッチしてくれます。そして本体、タッチスクリーン機能付き、温度と時間の設定をお好みで設定することができます。はい、じゃあ操作部見ていきたいと思います。電源ボタン、こちらですね。オン、オフ。はい。あ、結構見やすいですね。風が来ている部分は、上ですね。乾燥、快適、優しい、長い髪、毛だね。照明もついております。照明。電源オフにしてから15秒ぐらいかかって、完全に電源が落ちました。時間。長押しすると早く進みます。最高40度ですね。で下げると32から40度まで。はい、45分ぐらい経ちました。もう結構乾いてきたので、では開けていきたいと思います。オフ。はい、止まりました。いでよナビ。おお2人よし確認します。おお、水分、水気は完全にありません。毛がもしゃっとしているので、これからちょっとブラッシングをしていきたいと思います。カラッカラなんで、30分ぐらいでいいかもしれませんね。耳の後ろも乾いております。溶かし終わりました。ちょっと中見ていきたいと思います。特に汚くないですね。ちなみにトイプードルはほぼ毛が抜けないので、多分いっぱい毛がある猫に関してはここに毛がたくさんさらっと取るだけになるかと思います。いかがだったでしょうか。動物、人間ともに楽ができる商品。このボックスを使うと、なかなか時間がかかる工程をまるっと短縮することができます。毛の毛根からしっかりと乾かせ、毛も散らばらない。個人的にデメリットとしてはですね、大きい手、保管をどうしようかなと考え中です。というわけで、商品に興味がある方は、ぜひ概要欄へゴー。すごい震えてるけど大丈夫。照明オンオフがですね、こういう感じです。